はい、どうも皆さんこんにちは、ピオツキチャンネルうぷ主のピオタです。さあ今回もネタバレが激しすぎる RPG 最後の敵の正体は勇者の父やっていきたいと思います。はい、ということで前回は人狼村人狼捜索のために、周りの村人、集められた村人3人プラス、監視目的で集められた2人の村人でいいのかな、2人の人のね話を聞いていきました。はい、で核心につながることを言っているのはねあのピエロだけだったんですけど、はい、この人の名前が秀逸すぎて笑ってたってぐらいしかないですね。詳しくは前回の動画をチェックでお願いいたします。ということで、今回も、やっていきたいと思います。こちらの動画は2024年度 A1 企画の動画となっております。企画説明に関しましては説明用動画をご視聴よろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。核心につながる発言だけ最後にもう一回聞いておきましょう。このピエロが言っている裏ナイスさんが言ってるねこのやつね。勇者さん、何でしょう、僕は怪しくありません。誰が人狼だと思うって言ってるここの部分が一番占い師の言ってることなんでね、あ合ってるっていうことになります。勇者さん、ここだけの話なんですけどね、実は僕人狼が誰だか知っているんです。ずばり人狼は村長人狼ですよ。僕そういうの分かっちゃうんですよ。ということで、ここで確証が取れる感じになります。まあこいつの名前人狼なんだけどね。一通り話は聞き終わりましたか。では誰が人狼なのか結論を出してください。そしてその人を倒してください。お願いします。ちなみにこの人狼は人狼ではないのでご安心ください。どうなるんだろうね。それじゃあ誰が人狼なのかを決めよう。ほう、私は占い師が怪しいと思う。まあ見た目ピエロだしな。あいつどう見てもあいつは怪しすぎる。的外れが言うってことの白角すごいよな。確かに怪しさはあったけど、でも人狼だったら逆にもっと堂々としてるんじゃない。まあ確かに人狼として考えると溶け込んでねえのは状況悪いよな。じゃあただの村人だな。ただの村人だもんな。あいつは妙に人狼の存在に否定的だった。確かにその点だけ見ると怪しさ満点なんだよな。狼じゃないについてはどう思う。狼じゃない、狼じゃないんだもんな。白角あいつはなんかムカつく、なんかムカつくな。お、すげえ、すごくない。僕解明しようかな、テレーゼに。テレーゼなんだろ、テレーゼの仲間みたいな。確かになんかムカついたね。パパ活してる人ですから。あんまり人狼って雰囲気ではなさそうだけど、逆にあの余裕っぷりがちょっと怪しい気も。いやいや、そもそもの問題で村長が怪しいと思ったピックアップした3人なだけだからね。ここの中にいない可能性も十分あるんだよな、よくよく考えたら。みんな怪しいと言われれば怪しいし、怪しくないと言われれば怪しくない。何そのな、結局何も分かってないね。ハロルド、ちょっといい？何？実は私、何？村長の人狼が人狼なんじゃないかって思ってる。何？なんだって？何を言ってるんだよマーシャ。そうだぞマーシャ、あんなに食べ物をくれた村長が人狼なんて。食べ物をくれた村長が人狼。お前食べ物あげたら悪人にもホイホイ寝返りそうだな。マーシャ、何を根拠にそんなことを言うんだ。村長はあんなに僕たちによくしてくれたじゃないか。おかしいくらいよくしてくれてたね。貧乏そうな村なのに。根拠って言われると難しいけど、勘かな。なぜかそんな感じがする。裏切り者の勘だろうな。そんなの説明になってないよ。てかマーシャがちゃんと説明したことの方が少ねえぞ。なんかそんな気がするって言って言うハロドもなんだよそれっつってたもんね、最初の方も。逆に2人が村長人狼を人狼だと思わない根拠って何。お前はそれを愚痴に出していて怪しいと思わねえ根拠は何。人狼が人狼、人狼は人狼だよってなるでしょ。だって
村長は僕たちによくしてくれたし。その意見しか出てこない。そうだ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 。何より人狼を倒すように言ったのは村長人狼じゃないか。そうだそうだ。もし村長人狼が人狼だとすれば、自分で人狼の話題を出すなんておかしいじゃないかっていう考えなんだろうな。え、次の被害者はいつやられるんだろう。そうだ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 。それが根拠？そうだよ そうだよ。もし私たちがこの村に滞在すれば、いずれこの村の誰かから人狼の話題を聞くことになる。お、それならいっそ人狼自身が人狼の話題を一番最初に出すことで、自分自身は疑われずに済むんじゃない。よくよく考えたら名前以外はすげえ完璧な立ち回りしてんだよな、あのっちゃん。それはだいたいここにいる人狼候補だって村長が選んできたんでしょ。そう、僕も言った。え、マーシャの仲間になる僕。テレーゼから一瞬にしてくら替えしたな。そう、村長が選んだ3人だから、この中にいるとは限らないんだよね。ここでさ、間違った人をやったらさ、こいつが村人をやっていた犯人だって言えるよねっていう話になりそう。あたかもこの3人の中に人狼がいるかのように見せかけて。そんなのデタラメだよ。まあでも確かにそうだよな。ハルルド側からすると、人間不信になってくれて、やっと優しくしてくれたね、向こうの愛をくれた人が、あいつはダメな人なんだみたいなこと言ってるわけだから、まあ怒っても当然。なんでそんなこと言うんだよ。まあ、なんかハロルドだけ人生イージーモードなんだよな。僕とかのプレイヤーはさ、名前とか見るだけでさ、あーねってなるんだけど、ハロルド視点から見ると、周りが信用した人を黒角出してこようとしてるっていう、まあなかなかひでえ状況ですな。僕はマーサのことが嫌いになりそうだよ。あ、まだ嫌いにはなってないんだ。あんな優しい村長、人狼が人狼なわけないじゃないか。口に出しているときに違和感覚えてくれ、少しは。ハロルドはさ、はい、人狼が人狼だと思いたくないだけなんじゃないの。それはそうだと思うよ。だからこそ優しくしたっていう節もあるんじゃない。だってその優しくしてるから悪サイドにいるわけがないっていうさ、そういう風な感じでやるわけじゃん。二人とも冷静になれ。だいぶ冷静だ、いや冷静ではなかったか。こいつが久しぶりにまともなことを言ったな。めっちゃくちゃ冷静になった。ひとまず一回話を整理しようじゃないか。整理するほどあったか。つまり、お、何を言ってくれる。つまりどういうことだ。うん、だって整理するために争ってるとこ止めたから、まとまってねえんだよ話。そう、整理するために話してた、ま、話し合いを止めたから、まだまとまってねえんだよな。村長がって結論出すにはまだ根拠がねえし、他の人が言うにも根拠が出てないから。村長の作ったご飯は美味しかったってことで合ってるか。正解。テレーゼは黙って。いいじゃん、ちゃんと冷静に戻してくれたのはありがたいよ。これ存在ありがたいと思うぞテレーゼ。ごめんねハロルド。あ、そっちが折れちゃうんだ。でも私なんだか引っかかっちゃって。まあね、主に名前が引っかかるよな。ハロルドは誰が人狼だと思う。これさ、下手な人に黒角出してもダメなんだよな。確かにこいつ黒角出してねえよな、誰にも。誰も疑いたくないんだ。僕が人狼だと思うのは。あー、ここで選ばせんですか。他選びたい。選びたいんだけど、人狼以外を。ごめん、ちょっと占い師選んでいい、これ占い師選んでいい、ごめん、あのピエロくん。わかった。お、すいません、ちょっと外に出てもらっていいですか。やった、もしかして夜になった、僕たちは眠った。今夜誰も襲われないことを願って、僕たちは
朝に宿を出て、そして悲鳴が聞こえた。朝じゃねえか、襲われてんの。声えぐ高かったんだけど、えぐ高え、何今の笛みたいな声した。出ないよそんな声。近い声出たかも。次の日がいいじゃん。私の夫が人狼に。ああ、犯行予告されたてたしな、名前で。そんな人狼はまだ生きている。嘘だ。僕の選択は間違っていたんだ。せやで、勇者様、あなたたちが人狼を倒してくれると聞いてました。それなのにどうしてこんなことに。ごめんなさい。マサが変なことを言い出したからだ。え、そこ。それで僕の判断力が鈍ったんだ。一番正しいこと言ってた人物だぜ。謝ったって夫は帰ってきません。せやな。あ、お互いにお金を貢ぎまくってたけど愛はあるんだね。その通りだ。こんなの謝って済む問題じゃない。まあ一番悪は人狼なんだけどね。もうダメだ。僕なんて。え？何やってんだマーシャ。いや、え、本当だよ。ほうほう、よく見破ったね。何？尻尾が見えてんのよ。なんだ、何があったんじゃ。正体がバレちまったのさ。何？それはやむを得んな。二人いたってことか。そう、人狼が一人だけとは限らない。いや、でも被害者3人に増えちゃった。人狼って言ったら大丈夫だ。人狼はもう一人いたってことか。お前もかって、そういう。お前もか。せやな。ご明察。私たちは暗黒四天王序列に暗黒幻獣お前もか&人狼。そうだ。バレてしまったものは仕方がない。グラフィック少しは変えろ。貴様らをやつ咲きにしてくれるわ。マジか、それはちょっと予想外すぎる。一旦ちょっとここで切っていいですか。バトル始まりそうなんで。多分今もう一回 OK を押すとね、多分バトルが始まっちゃうんで、一旦ここで切りたいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。